今回は大分でお世話になってる MC もされてる MC マックスです。来ました 9.23、 あの元日本代表候補スピードスター、元祖スピードスター杉本啓太、大分に来県ありがとう、圧倒的感謝です。サッカーが大好きな子どもたちに無料でサッカー教室を開催するため、杉本啓太が5年ぶりに大分へ帰還。子どもたちにプロのテクニックを伝授しました。今回はその続きです。杉本コーチは何を教えてくれるのでしょうか。楽しい。軽そう。はい、今からやるのはシュートね。で、シュートは単純にパスを出してもらってターンしてシュートね。うまっ。で、意識してほしいのはまずトラップするときどうするんだったっけ。弾むね、弾みながらトラップするよね。あとは周り見るね。周り見た、弾みながらターンした。で、おぉ、ね、で、シュートするときにね、結構小学生でありがちなシュートは強いシュートを打ちたいから強く打つんで、バーンって強く打つと何が起こるかっていうとね、まっすぐ来てシュート打って強く打ったら真ん中に飛んでくんだよ、大体ね。クリスチャン・ロナウドぐらいシュート力があったら真ん中飛んでも入るかもしれないけど、ね、みんなそんな力ないよね。だからキーパーがどこに立ってるのか見て、この打つ時の体の向き、角度、ボール出してトラップする時に、はい、ちょうだい、トラップする時に真正面入ったら体まっすぐだよね。これ体まっすぐだとキーパーがね、どこに飛ぶか分からない。だって体まっすぐでこっちに蹴りたかったら足開くよね、必ず足開くよ、開いてきてる。ってことは今こっち飛ぶって分かるんだよ。で、向こうに蹴りたいとなると必ず足振らなきゃいけないから、向こうに飛ばすには必ず足をこっちに向けるんだよ、ね、そしたら必ず向こう飛んでくるの。ってことはキーパーどっち飛んでくるか分かるんだよね、上手いキーパーだったら。じゃあ何した方がいいかっていうと、体の向きをもっと外に向けて、ね、極端に。これね、覚えたら絶対得するから聞いてね。ゴール決めたい人は特に。ここまで一緒。ここからね、こっちに蹴るのか、ね、これじゃない。同じ体勢でここからね、同じ体勢でここからこっちに蹴るのか。だけの違いで、キーパーがもし動いたら、キーパーがもしこうやって構えて動いたら相手の方に蹴り込めばいいよね。それはここの横目、関節視野っていうの、シュートを打つ時にボールちょうだい、関節視野を使って体の向き意識して、ここまで一緒でここからもう見えるんだよね、キーパーどこにいるか。どっちかに動いて、ここが見える、そしたらいない方に蹴る、ねね、だから蹴り方だけは同じ蹴り方を意識して、常に同じ蹴り方、ここまで一緒、ここから、ね、蹴るのか、ここから振るのか、ね、それでニアとフォアは蹴り分けられるから。今日みんなすごく上手になったと思います。なんで見ることが大事か。イニエスタ知ってる人、みんな知ってるよね、大体の人が。イニエスタ1試合で、ね、何千回見てるの、周りを。なんで見るの。周りが見えてるからプレーできるんだよね。だからあれだけ上手いんで、技術もあって周りも見えたらあれだけプレーできるわけ、ねね、っていうことは見ることってすごい大事なことなんだよね。今日ここまで送ってもらった人、お母さんお父さんに、はい、感謝の気持ちを持つことね。ここのグラウンド取ってくれた人ね、ここのグラウンド使って練習することって当たり前じゃないんだよね。
ね、そういう人たちにしっかりと感謝の気持ちを持ってプレーすること、ね、すごく大事なこと。この後試合すると思うけど、試合した時に相手のこと引っ張って倒しちゃった、ね、引っ張ってなんだよって倒しちゃった、ね、でも相手にちゃんと手差し伸べてあげてまたプレーしようっていうことをできるような選手になってほしいです、ね、味方もそうだよ。味方にパスした、ね、ミスしちゃった、何やってんだお前、ね、言われた方どう思う？悲しくなっちゃうよね。そうならないようにね、サッカーはミス当たり前のスポーツだから、ね、ミスするスポーツだから、ね、そのミスをじゃあ体を動かしてちょっとでもサポートしてあげる、カバーしてあげる、助けてあげる、ね、それがチームプレーだと思うし、ね、そういったことをチームみんながやったらチームは強くなるよね。やってない人がいたら伝えてあげればいいよ ね、 ね、そういうことをチャレンジしてください。じゃあこれで終わります。はい、お疲れ様、ありがとう。ありがとう。ありがとう。今日はいかがでした？いかがでしたか？今日まだ終わってない。まだ。今日まだこれから。これからまあ仕上がる。まあじゃあ最後ですね。最後ですね。はい。楽しかったです。何が楽しかったですか？あのなんかミリエルバと一緒になんか、一緒にやるの楽しかったです。将来の選手、やっぱサッカー選手、うん、はい、頑張って応援してます。はい、テレビで見ていってんで、ね、ちゃんと映してよ、この子映してるよ。やったあ、いかがでした今日一日？そうですね、楽しかったです。あの自分が一番楽しんでましたね。はい、やっぱりあの一番の見せ所はスピードなんで、はい、もうちょっと痩せたら5秒台目指せるかな。じゃあその時は一緒にレースを見せてください。